知徳長崎です。今日はスタジオに丹目市長生出演でご登場です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は核兵器のない世界の実現に向けてをテーマに、市長と一緒に先日開催された核兵器禁止条約の第1回締約国会議について振り返っていきたいと思います。はい、ニュースでも見ましたが、市長は先週海外出張に、ね、そうですね、されていましたよね。はい、オーストリアのウィーンに行ってきたんですけども、コロナ禍でなかなか海外にも行けませんでしたので、海外のこういう会議に参加するのも2年半ぶりでしたね。今回はもうとても大切な会議に出席されるのが目的だったんですよね。そうですね、6月の21日から23日まで、先ほど映ってたウィーンには国連の事務所があるんですけども、その隣に今映っているオーストリアセンターという建物があって、ここで核兵器禁止条約の第1回目の締約国会議が開かれたので、それに参加してきました。はい、核兵器禁止条約は核兵器の開発や保有などあらゆる活動を例外なく禁止した条約で、昨年の1月に発効されましたね。そうなんですね、今回の会議はこの条約をこれから締約国参加している国だけじゃなくって、世界中のルールにしていこうという、その最初の出発点になる会議だったんですね。その中に参加をして、いろんな国の意見を聞くことができましたし、それから被爆地としてのスピーチもすることができましたし、それからいろんな国の皆さんと意見交換することもできたので、非常に有意義な会議でした。はい、ここに至るまでには被爆者の皆さんを中心としたさまざまな訴えが源流となって、戦後から長い経過をたどってきました。このグラフを見ながらですね、核兵器禁止条約の発効までの経緯を市長に説明していただこうと思います。はい、一番左は1945年ですけども、この年の7月に最初の核実験が行われて、そして翌8月に2発使われたわけですね。広島と長崎に落とされました。それから、最初は核兵器持っていたのはアメリカだけだったんですけども、ロシア、イギリス、フランス、中国、イスラエルというふうに核兵器を持つ国が増えていってたんですね。そしてキューバ危機もありました。そしてこうやってずっと核兵器の数が増えていくと、核兵器を持つ国も当然増えていって、これはどんどん危険になっていくんじゃないかということで、この時点で核兵器を持つ国をこれ以上増やさないようにしようという、条約を作る動きが出てきたんですね。それが、これ以上拡散しないという意味で核不拡散条約と言われる条約なんですけども、 NPT と言います。でこの時にこの条約生まれたんですけども、今までそのまでに作っている5つの国だけは持っていい、それ以外の国は持ってはいけないっていう不公平な条約なので、その持っている国もちゃんと核軍縮をして核兵器をなくしていこうと、誠実に努力していこうという、そういう条約なんですね。ところが、この NPT 発効したんですけども、その後も NPT に参加せずに持つ国が少しずつ増えたりしていって、そして、その5つの国も含めてどんどん核兵器の数っていうのは増えていったんですね。でそして、冷戦近くになって少しずつ減り始めたんですけども、冷戦後ずっと減ってはきたんですが、その後も、こういう核兵器を減らす核軍縮の動きがだんだん鈍くなっていきました。そして、地球を何回も爆発させるだけの量というのはまだ今も1万3000発の核兵器があるんですね。これは核軍縮をちゃんとやっていくという約束と違うんじゃないかということで、核兵器を持っていない国々が核兵器を禁止する条約を作ろうということで、動きが始まって、そして2010年以降ですね、この10年余りの間にいろんな動きが起きてきて、できたのが核兵器禁止条約ということなんですね。そして、去年の1月に、核兵器禁止条約が発効したという、そういう流れになっています。本当に長い年月をかけてようやくこの核兵器禁止条約が誕生したんですよね。そうなんですね。早い時期から被爆者の皆さんたち、あるいは長崎の平和宣言の中でも、こういう条約がいるんだっていうことを言っていたんですね。でもなかなかそういう空気にならなかったんですけども、この10年余りの間に一気に核兵器の禁止条約を作ることができたということなんですね。この条約ができれば平和に、ね、世界が向かっていくんじゃないかということを思うんですが、今回のその締約国会議というのはどうしてこれ開かれたんでしょうか。はい、この条約できたんですけども、はい、いわば条約の発効ができている状態なんですね。そしてこの条約の中身をきちんと
進めていく必要があるんですね。例えば条約に参加してどれぐらいの間までには核兵器をなくし備えていけないんですよっていう細かいルールだったり、核兵器を持ってないっていうことをどんな形で検証していくかとか、いろいろ細かいルールを決めていく必要があるんですね。それで、この条約について、締約国が集まって2年に1回会議をしようっていうルールになってるんですね、はい、その最初の締約国会議が開かれたのが今年の6月ということなんですね。なるほど。市長もねスピーチされましたものね。そうですね、今年のこのスピーチの機会をいただけたので、このスピーチの中では最初に条約の成立までに努力をしていただいた多くの国々や努力された皆さんに、この世界から核兵器をなくそうとする強い意志と勇気ある行動に敬意と感謝を表しますということをまず述べました。その後この今のウクライナ等の情勢を踏まえて核兵器のリスクがどんどん高まっていますので、こういう中でますますこの条約の意義は大きくなっているんだということを申し上げて、そして今こそ長崎の被爆者皆さん、長崎にずっと言い続けてきた長崎を最後の被爆地にという合言葉をみんなで合言葉にして力を合わせて、そして核兵器を絶対に使わせないという共感の連鎖を広げていこう、世界中に広げていこうということをメッセージとしてスピーチさせていただきました。きっと多くの方の心に響いたんじゃないかなと思います。そうですね、この会場の雰囲気がですね、すごくなんて言うんでしょうかね、前向きな空気があったんですね、はい、で実はこの会議に参加している国は締約国が49カ国参加をしているんですけども、それ以外にも NGO の皆さんや私たちみたいな被爆地も参加をしています。それからそれ以外にも実は34のオブザーバー国が参加をしていたんですね。でこのオブザーバー参加している国ってどういう国かっていうと、一つは条約に参加したいんだけどまだそこまでの手続きが完了していないっていう国々がオブザーバー参加しました。もう一つはこの条約に私たちは参加しませんっていう国々も実は参加をしてたんですね、はい、そういう国が参加をして、そして私たちは核兵器のない世界っていうゴールは共有してます、でもこの条約にはこういう理由で参加をしてませんっていうこと、それからでも核軍縮のために私たちは私たちなりにこういう努力をしますっていうことを率直に述べられていました、はい、そしてそれに対して締約国の皆さんが拍手を送っていたんですね。その様子を見ながら平和のための会議っていうのはこういうふうにやっぱりお互いをリスペクトして、そして話し合っていこうっていう姿勢を持っている、このまさしく平和の会議の姿だなと思って、本当に心に残るものがありました。市長はオーストラリアの下院議員の方とこのような面会もされたんですね。そうですね、いろんな国の政府の皆さんであったり、それから赤十字であったり国連の方であったり、いろんな皆さんとこうやって意見交換をさせてもらいました。これはロビー活動というんですけど、まさしく会議場の外のロビーでこれもお話をしてるんですけど、左側にいらっしゃる方はですね、オーストラリアの代表の方なんですね、はい、オーストラリアは政権が新しくなってまだ1ヶ月ほどしか経っていないんですね。それでこの会議に参加したのはまだ核兵器禁止条約にどういうスタンスで向かうかっていうことを実は決めていないんですと。で、この条約にどういうスタンスで向かうかを決めるためにこの会議に参加をしましたとおっしゃってたんですね。ですからいろんな理由で参加をしている、でも参加をすることが大事なんだっていうふうに考えていらっしゃる国々っていっぱいあるんですね、はい、そういうことをお聞きしていると、日本政府もこの会議に参加してそういう自分の国の意見をきちんと述べるっていうことはできるんじゃないかなというふうに感じましたし、はい、これからまた政府にも、まずオブザバ参加からということを求めていく上で、はい、今回の会議のオブザバ国の態度、そしてそれを迎える締約国の態度というのは非常に参考になりました。もう次回が来年の11月に第2回の締約国会議決まっているということですので、そうですね、そこで日本の動き期待したいですね。そうですね、ぜひ参加してほしいと思います、はい、これ3日間にわたっての国際会議だったということですけれども、どういった成果が今回は挙げられたんでしょうか。はい、最終日にですね、ウィーン宣言とウィーン行動計画というのが採択をされました、はい、このウィーン宣言というのは
核兵器のない世界の実現への決意を示す政治的宣言ということなんですけれども、最後の宣言の最後にも最後の一カ国、世界の最後の一カ国がこの条約に参加するまで私たちは諦めませんということを書いてあるんですね。本当に力強い宣言でした。それからウィーン行動計画というのは、先ほどお話した箱の中身を詰めていく部分ための会議ですので、今回は50の項目で運用方針が示されたんですね。はい、具体的にどういう項目かっていうと、はい、ここに出てますけど、ね、例えばこれからみんなで署名する国や締約国を増やしていこうっていうことだったり、それから先ほどお話した核不拡散条約ですね、 NPT とどういう関係なのかっていうのをちゃんと書いて、これと補完関係にあるんだっていうことを明確に書いてるんですね。ですからこの条約と対抗してるんじゃないかっていうふうに見る意見もあるんですけども、そうじゃないんだと、この条約と補完関係にあるんだっていうことをちゃんと明確に書いて、そしてこの条約との調整をしていく調整役を任命するっていうことも書いてあるんですね。それから科学的専門的な助言を行う、アドバイスをする専門家グループを設置するっていうことなど、こういったことをこの行動計画の方では具体的に決めたっていうことなんですね。このウィーン宣言とウィーン行動計画が採択されたときは、結構会場の中歓声でこう湧き上がったというふうに聞きました。そうですね、議長がクメント大使というオーストリアの方で、長崎にもおいでになった方なんですけども、その方が採択ということを宣言されたときには、みんな立ち上がって拍手をして、本当に一歩前に進むぞっていう決意をみんなで共有した、少し感動的な時間でしたね。今回本当市長のスピーチがあったり、各国の方と市長がこう直接対話をされたりと、被爆地としての成果というものも一定挙げられたと本当思うんですけれども、今後この平和の取り組みにどのようにつなげていこうと思われていますか。そうですね、先ほどのウィーンの行動計画の中にもありましたけれども、この条約を広げていくことが大事ですので、そして参加した皆さんもそうですけれども、例えば国だったら他の国に伝えることができる、それから私たちだと市民社会に伝えることもできるし、それから平和首長会議を通じて世界中の町に伝えて、そして町を通じて世界の人に伝えるっていうこともできる、そういういろんな皆さんと一緒にこの条約の価値を広げていくっていう活動ができるのが一つ。もう一つは今回いろんな皆さんとお話しして、はい、若い世代の行動を後押しすることが大事だっていうのを本当にたくさんの皆さんが言われたんですね。これは本当に世界中の今動きなんだなっていうふうに思いました。長崎でも新しい若い人たちの活動が増えてますけど、そういう皆さんと若い皆さんと一緒になって、いろんな新しい活動を作っていくっていうことを進めていきたいなと思いました。はい、ここまでは核兵器禁止条約第1回締約国会議についてお話を伺ってきましたが、これ以外にもですね、ウィーンではさまざまな会議やイベントが行われていたんですよね。そうですね、締約国会議の前の日には、核兵器の人道的影響に関するウィーン国際会議という会議が開かれたんですけども、そこでは長崎の被爆者である、木戸 SH さん、それから被爆3世の中村鈴鹿さんが発表されました。なんか中村さんはすごく素敵なお着物でスピーチされたんですね。被爆者の方から借りてきましたって言って自己紹介されてました。それから平和首長会議とアイキャンが主催したサイドイベントもあったんですけども、そこでは右の写真にありますけども、市議会から参加していただいた深堀議長が被爆者として、また被爆地の議長としてこれまでの取り組みなどを紹介しながら、核兵器廃絶に向けた強い決意を示されました。今回の締約国会議は本当大事な一歩になったはずですよね。そうですね、これから今年はですね、8月に、先ほどお話した NPT の会議も開かれるんですけども、そこにも参加して、やはりしっかり被爆地としての情報発信することはすごく大事だということを今回改めて感じましたし、また参加している多くの皆さんとつながるっていうこともすごく大事なことだなというふうに思いましたので、また8月にはニューヨークである NPT の再検討会議に参加してしっかり発信をしていきたいと思います。はい、今回の知っとく長崎は、田上市長に核兵器のない世界の実現に向けてというテーマで、核兵器禁止条約第1回締約国会議を振り返っていただきました。市長生出演でどうもありがとうございました。ありがとうございました。